だいぶね、あったかくなってきて、春バフなんか言われる感じでね、あの東京湾付近でも絹が釣られてきてるようになってるんで、まあ、今回もね、あの一応チニングということで、あの広範囲に探っていく、基本的にはゼル引きゆっくり巻いていく感じなんですけど、まあチャンスあるんじゃないかな、それなりにっていうふうに思ってます。今、状況としては揚げ潮ですね。左から右に水が揚げ潮で増えてきてるんですけど、風が多分逆方向から吹いてきてるって感じなんでね、まあちょっとその辺で魚の動きがどうなってるのかなっていうのはちょっと気になるところではあります。で、この3月4月ここでやってきて、まあ気づいたこととしてはですね、まあ結論そんな魚がまだ入ってきてるって感じではないですね。もっとやっぱ気温が上がってきたら、どんどんね、あのこういう中規模河川に流入してくる感じで、まだまだ数としては入ってきてないというのが結論ですと。まあ、ただ、沖側ですかね、沖方向に結構岸から離れたところで反応がね、あるというか、まあ、全部そこで魚キャッチしてるんで、沖のまあブレイクか、その盛り上がってるところ、ちょっと浅瀬で柿線になってるようなところに、まあフィーリングポイントになってるんで、そこの沖を中心に釣り引きでまあ狙ってみていくっていうのが、この、まあ、中規模河川でこの3月4月っていうね、まだちょっとアーリースプリング、春の初めの方を狙うのはいいんじゃないかな。あ、来ましたね。今当たった。これボラじゃなくてチヌっぽいぞ。多分竿先映ってたか分かんないですけど、今ククンとね持ってった感じがしたんで、まあチヌっぽい当たりでしたね今のは。どうなんだ、食ってたのかどうかちょっとよくわかんない。もう一回投げてみよう。もうちょっとね、スピニングこれ6フィート6インチなんで、ちょっとキャスタビリティっていうか飛距離が足りないですね。もう1フィート長い7フィート6インチとかだったらいいんですけど、今のはでは明確に絹の当たりっぽかったですね。食い込まなかったのかな。この一頭できそうな気がするな。ちょっと肌寒いですね、思ったより。風強すぎるな。強すぎる。
通しよう。ということで、ちょっと風が強すぎて、このスピングだとね、やっぱり6フィート6インチっていうのもあって、もう流されちゃってそこが取れないんで、今日は早いですけど終わりにしたいと思います。まあまた明日以降ちょっとまたチャレンジしてみるんで、引き続きちょっとチューニングゲームですね、お届けできればと思います。今日ちょっと日本語で全部通しちゃったんで、外国人の方申し訳ないです。また今度は英語で話したいと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。